ローアン・バーティは、イギリス生まれの香港のラグビーユニオン選手。香港プレミアシップ所属の香港クリケットクラブで、活動。15人制ラグビー香港代表及び7人制、ラグビー、香港代表でキャプテンを務め、世界中の一流選手を集めて編成される、イングランドの名門クラブ、バーバリアンズにも選出された。妹のリンジー・バーティも、また、7人制。 ラグビー女子香港代表に選出されている。1986年にイングランドのロンドンで誕生。父親はイギリス人、母親は中国とポルトガルのコンケ結であった。バーティは香港で育ち、キングジョージ五星学校で学んだ。その後バーティはノッティンガム大学で法学を治め、続いて香港大学の大学院に進んだ。2013年12月、 法律事務所、タナーデウィットにて2年間の実習を終えた後、法律家の仕事の休業を決めた。彼は、香港体育学院から招待を受け、オリンピック香港代表候補となったバーティは、キング・ジョージ5星学校にて15人制ラグビーをプレーした。2004年、キング・ジョージ5星学校は、ビル・ウィリアムズ学生ラグビーセブンズに参加。バーティは、キング・ジョージ5星学校のキャプテンとして、 港島中学に21対5で勝利した。バーティは15人制ラグビーにおいてバックスのポジションでプレーした。彼は所属クラブ DEA タイガース RFC にて主にウィングとフルバックのポジションを担いアジアレベルの選手となった。2004年、バーティは18歳の時にラグビー、香港代表に選出されシンガポール戦にて途中出場で代表デビューを果たした。彼は 香港のパスポート取得に大きな努力を要し、最終的に2013年に香港のパスポートを取得した。バーティは7人制ラグビー、香港代表にも選出され、2005年ワールドカップ、2009年ワールドカップ、2013年ワールドカップに出場した。2013年4月、バーティはバーバリアンズのスコットに選出された。これは香港のラグビー選手として、 初めての出来事であった。彼はイングランド戦において途中交代で出場し、バーバリアンズ初キャップを獲得した。ありがとうございます。